ッペンハイマーね、はい、オッペンハイマーのこのニューズウィークこの表紙からしていい映画見ました？いや僕まだ見てないです。見た方がいいだろう、長いけど、そう長いんでちょっと時間が3時間だもんな、取りづらい。だけどまあよく言われているようにその原爆の被害についてのね、はい、あれが薄いとかね、はい、こう言われてますけど、うん、まあそれはまあある意味これオッペンハイマーのそのまあなんていうか自伝みたいなもんだから、はい、映画そうですね、その頃が、はい、まあしょうがないのかなとも思うけどね、うん、だけどそのこの記事を読むとですね、はい、やっぱりその原爆を落としたことについてはですね、はい、ニューズウィークですらですね、うん、やや反省してんだなと、そうですね、アメリカのメディアで、はい、科学者と軍部と政治家がそれぞれ自分の領域で活動し、彼らのほぼ全員が核戦争が人類にもたらす恐ろしい結果については無知だったと、うん、広島の惨状を知らせたのもそのジョン・ハーシーの広島ですからね、アメリカで出してるわけだから、うん、アメリカ人にもっと理解してほしいと思いますけど、はい、でも最近結構変わってきたという記述もあって、うん、世論調査によると原爆投下に対するアメリカ人の意識はゆっくりとだが変わってきていると。45年8月の時点では 85% が戦争終わってすぐね、うん、落としたりすぐかな 85% がその決定を支持したが、うん、2015年には 57%、 18歳から29歳では 47% だった、はい、そうですね、でもこれはその関心が薄くなったからなのか、はい、その勉強したからなのかは分かんない、はい、ただ今回のオッペンハイマーを見に行ってる観客の3分の1は32歳以下だというふうに、これちょっと衝撃というか、うん、あそれ嬉しいなと、うん、若い人にそうそう日本に落とした原爆のね、うん、原因とかそういったものを考えてもらえるんだったら嬉しいなと。だからまあそういう人が本当は日本での原爆投下後のですね、はい、惨状についても勉強してほしいよね、うん、そうですね、僕はね今日も来たけどこの消えた家族、広島消えた家族って写真集があるんですよ、はいはいはい、これ素晴らしい写真集なんだよ、はい、素晴らしいっていうかもう見るたびに泣けますよ、はい、これ広島で床屋さんをしていた5人の家族なんだよ、はい、それでそのすごく仲が良くてね、はい、ここにその写真が出てますけどね、はい、あの家族のね床屋さんなんだよ、はい、でなんかでもその原爆の日にですねみんな死んじゃうんだよ、はい、ほらこの表紙に猫背負ってる女の子なんか可愛いんだけどね、それでという間に死んじゃうわけですよね。それでねお兄ちゃんがね、その妹を背負ってね、歩いてんだけど、お兄ちゃんこの敵絶対に背負ってね、うん、後で必ず迎えに来るからって言って、まあ、もう背中を置いてったら、その後、キムコちゃんの消息は分かっていませんと。海に近い親戚の家にたどり着いた秀哉君は数日後に高熱を出して血を吐いて亡くなりましたと。もっと気の毒なのはお母さんなんだよ。その、一緒にお店の準備をしていたであろう藤江さんは、瀕死の大やけどを負いながらも山側の親戚の家にたどり着きましたと。しかし数日後、家族が皆亡くなったことを悟ると井戸に飛び込んで死んで命を絶ったと自らね、はい、この幸せな家族がね、はい、一発の原爆でそういう風になっちゃってるんでしょ、はい、そういうことをねやっぱアメリカ人の俺知ってほしいよな、はい、有名な映画でねはい、例のあの人黒木和夫さんのね原爆三部作ってのがあるんですよ、はい、トゥモローっていうのとね地図と暮らせばあれ美しい夏霧島っていうのが原爆三部作があって、はい、そのトゥモローっていう映画は長崎のね長崎の原爆 その前日までごく普通のね、はい、生活をしていた庶民たちの模様を描くんですよ、はい、自然に乗ってる人たちとかね、うん、恋人同士で語り合いながら歩いてる人たちとか、はい、夕食をとってる家族とかそれでそういうのを丁寧に描いていて最後はピカッと光ったら何もなくなっちゃうんですよ、うん、そこで終わる映画なんですよ、はい、その一発でそれが全部それまでの楽しい何ていうか幸せなね、うん、まあ戦争中だからその幸せとも言えないけど大変仲良くしてた家族とかね、うん、あらゆるものが消えちゃったということを描いてああいう映画をね俺ねアメリカでも見てほしいね、はい、なんでオッペンハイマーを見た人はああいう黒木和夫さんの映画もぜひ見てほしいと私は思いました、はい